本日あの人をお呼びいたしました。お疲れ様です。はい、じゃあ最初の自己紹介お願いします。どうも、俺です。いや違うだろ、違うだろ。KWL 初のデキン、俺です。お願いします。はい、KWL デキン男の、ボルですね。あんま嬉しくはないですけど。KWL 主催の男と KWL デキンの男ってもうヤクザと警察みたいな関係やけど、うん、どうですか。いや、まあ、まあ交流も大切なんで。なるほど。けどあれだよね、 KWL デキンにはなったけど、別にそのアルファディのメンバーとかとも普通に仲はいいんだよね。あ、そうですね。毎日こう息子とかやってるんで。なるほど。なるほど。そうで、その今ね、APEX っていうのをね、あのボルつけてるんだけど、ボルは辞めちゃったんだっけ。そうですね、昨日一応脱退ということで。はい、脱退をしたみたいです。KWL デキンになった理由っていうのは何なんでしょうか。僕がデキンになったのは、うん、あるその有名クラブの人とちょっとトラブルがあって、はい、あの、まあ、個人情報とかを晒しちゃったんですね。はいはい、はい、その時バカだったんで、僕バカだった過去形ね。あ、今はもうバカなんですけど、今はバカ、ね、その時はさらにバカだったんで、はい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 、はい、晒しちゃってで、ちょっとデキンっていう制裁を。そうなんだよね。ただそのアルファ D のスポンサーだったあの YJ さんとかが一番推してた人がボルなんだよ。知ってる？知ってます。界隈で一番強いって言われてるのボルですね。で、アルファ D としてどうしてボルを入れないのっていう声があると思うんですけど、あのなんだろう、苦手なんですよね。え、ムダキンさんが俺のことが苦手なんですか？そう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 。あ、そうなんですね。そうまあ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 、まあ、ちょっとまだ発言とか怖いなっていうのはあるんだけど、知ってる？ボルが KWL に参加する参加しないってなってる時に、こいつなんか全裸土下座で動画出してたからな。ムカキンさん、 KWL 出してくださいよって全裸土下座の動画がジョーカーの固定ツイートに貼ってるんかな、皆さん見てください。全あれ撮ってる時どんな気持ちだったの？なんかまあ無心ですよね、もう。俺何してんだろうみたいな感じ。あれ無心やったよ、うん。あ、そうそう。なるほどね。じゃあここでしか聞けないこといっぱい聞いちゃいたいと思います。イエーイ。イエーイ。ボルもっと高音でイエーイ。イエーイ。高。よし、じゃあ小屋こで行こうか。よし行こう。オッケーです。おいっす。じゃあせーの、こうや行こうやで行きましょう。はい、あ、早っ。いや、はい、なんか合わせるのかなと思った、ちょっと早かったです。で、こうや行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 こうや。バカにしてるそれ。いやボッキーがせっかくいろんなイントネーションで言えばなんか、うん、行くかなと思ってて、もう長いです。で、ボル実際どれぐらい強いかっていうのを今日はね、それも見ながらねやっていきたいと思います。待機場では動かない。動かないっす。お、待機場では動かないんや、すごいな。あ、待機場で動いてる人ってもう基本小物なんで。俺やんどうもー、チョムカキンです。俺やんこれ、うん、あ、待機場で動くやつは小物なんや。待機場で動いてる人はやっぱ落ち着きがないんで、ね、あ、本当の強者っていうのは、うん、もう常にいかなる時でも堂々としてるんで。あれ堂々としてるのかな。お前のとこ誰一人寄ってないと。俺のとこ誰もいない。こっち来た。オッケー。で、本当の強いやつはこれどこ降りるの。本当の強いやつはうん、そうっすね、セントラル。あ、セントラル。え、でもセントラルでもそんな、え、この字じゃないんや。なんでこの字じゃないんや。この字はちょっと怖い。あ、この字はだ。なるほどね。ちょっと怖いっす。2連やったら問題ない。俺とりあえず KWL のデキン解除してほしいやろ。とりあえず俺守らなあかんよ。
俺を守れずして KWL 出れると思ったら大間違い大間違い。ああ、ま、守りますけど、うん、ちょっと KWL なんか俺の独断と偏見で決めてるの。あー、死ぬ守って待って、お前来てくれてへんやん、来てくれてへんやん、死ぬ待って、ナイスちゃうて、おるて殺して死にたい、殺してお前まだゼロキルやん。いやーやっぱこれ実力の差ってやつですかね。は？あ、すいません。うまい今の瞬発力うまい、えぐうまいでしょ。うん、今のうまい。お前やっぱマジでうまいな。俺うまいんすよね、実は。マジでうまいな。で、僕結構あの中距離でうまいと思われてるんですけど、僕実際近距離もうまいんですよ。あ、そうなん、近距離うまい。そうなんですよ、まあ、それをちょっと今日見せていこうかなと。おお、マジで。はい。え、時計武器ランキング、そう、 M4 なんですよ。 M4 2人いますね。2人いても関係ない。あ、関係ない。ちょっとやばいっす。あ、やばい。しかも、使われてない。さあ、AK。ありますね、そこ。言いますけど。一回包帯を挟んで。うん。ん？あ、何今の。で、ここら辺で。死に方までなんかかっこよかったもん。死に方までかっこよかった。あの、まあ、うん、あの、リハーサルです、これは。あ、これリハーサルなんや。昔死んじゃってるんで、俺、あの、次守りますわ。あー、オッケー、そうだよね、はい、そうだね。で、待機場では動かないと。めっちゃ動いてるけど、あ、いや、動いてる。大丈夫。いや、なんもない。見ちゃう。オッケー。すごいね。あ、待機場で動いてる人って、もう、俺やん。じゃあちょっとドンカツ狙いでいきますか。いや、まあ。じゃあここでいきましょう。ここでドンカツ狙い。あ、そちやん。絶対折れて。え、いくと思います？いないぞ、ですかね。絶対折ると思うんやけど。あ、嬉しい。ん？やば、いた。危なお前。ボスは一人でも戦えると。そう。え、待って、上に武器あるのにあいつ剣できやがった。絶対あいつ TikTok の動画出そうとしとったわ。絶対録画しとったやつ、あいつ。よし、これどうしたらいい？敵そこ青ピンのベランダいるんで。青ピンのベランダね、把握。青ピンのベランダね、ちょっと行きますか。打ちながらやろうかな。あ、待って、これ俺バレてないわ。あ、死んだ、助けて、死んだ、助けて、死ぬ、助けて、バレちゃん。あ、絶対かばします、大丈夫、俺は絶対。あれ、後ろ、そう、みんな、ボルちゃんの視点が見たいから。あ、そう、生きながらです。ナイス、やっぱ近距離うまいな。うまいっすよ、俺。あ、でもなんか名前違うな。何が？トクさん240円、ムカキンさん頑張れ顔文字、トクさんやばい、ありがとう。うまい。ナイス。いいっすね。で、プリンス、あ、まずちょっとあれやな、プリン星人さん、頑張ってプリー、うん、読まんかったことにしとこう。これはキャリーは余裕なの？余裕ですね。なんかできましたね。当てる、なんかうまいな、なんかうまいわ、見ててわかる、うまいやつや。結構自信あるんですよ、これ。あ、おるな。ちょ、かっこいいキルしてや、おる。かっこいいキルですか？みんな見て、お、すげえってなるのって、うん、どっちかって
なるほど。だと思ったんですけど、ちょっといないんですよ。むちゃくちゃ遠い敵を倒すことできる。あ、良いっすよ。僕、400メートル離れてても瞬殺できちゃうんで。マジで？マジっす、マジっす、マジっす。400メートル瞬殺。お、ミゲルさんヘリコプター22個もう一回送ってくれたんだ。やばくね？これ普通に死んだらめっちゃダメ。普通に死んだらめっちゃダメ。すれ違う中で